ッターなんですけど ね、 そうですね。4対2、そこでは6回高谷の打球を小林が目の上に受けました。のまぶたを切って救急車で病院に運ばれました小林。心配なんですよね、まあ、グラウンドまで救急車が入ってね、はい、まあ、本当にこう容態が